今日は美点マッサージでも特に顔の引き上げ、それから小顔を行くので、そこの肝心な場所を教えちゃいますね。はい、まず耳下と首が肝心です。で、耳たぶのすぐ下にくぼみがあると思うんですけど、くぼみ、それを中指、この範囲、これね、本当言うと小顔で今いろんなものをリンパマッサージやったり、で、経絡やったり、いろんなものやってきたんだけど、ある日突然どうしてもすごいむくんでる人が治らなかったの。ここやったらストーンと取れたの。この範囲よ、ちゃんちゃんちゃん。で、ぐーっと20、これ5.9 ぐらいです。あやりました。こんな感じで大体1センチは行くと思ってください。